はい、こんにちは、こんばんは。どうも、カムです。COD モバイルはもはや世紀末状態。時代打ち、晒し行為、暴言、ブリッジなんか当たり前です。はい、どうも、カムです。今回は芸能を超える最強の武器、ロケットランチャーを使っていこうかなと思います。早速やっていきましょうか。もはや死ない奴は、ガンジーって言われてます。皆さん一緒に、ラグすぎ、このゲーム。はい。こんにちは、こんばんは、おはようございます。どうも、カメシンです。ということでね、結構俺さ、大手実況者に喧嘩売りまくってるんですけど、この先どうなるんでしょうか。マソ TV、 今回はね、結構最強武器ランキングとか、あと外役武器ランキングとかね、いろいろやってきたんですけども、今日は初心者向け武器ランキングをね、やっぱり初心者もう欲しい、本当にね、初心者勝ちたい、あと打ち合いに勝ちたいとか、上手くなりたいっていうんやったら、この武器をね、使いましょうっていう、ランキングがありますので、ちょっとね、それを今日は、紹介していこうかなと思います。結構 COD モバイルね、結構新規さん増えているかどうかわかんないんですけども、やっぱりその配信者ね、配信者、COD モバイル実況してる配信者としては、やっぱり新規欲しいかなという感じなので、ちょっと今回はね、新規へ、もう新しく COD モバイル始めるといった方にですね、ちょっと今回は、こういう武器を使ったら勝てるよっていうね、ランキングを作ってきましたので、ぜひぜひね、新規さんの方は最後まで見ていってください。でね、あとレジェンドまで行ってない方は、このランキングを見てね、もう本当にこのランキングはね、全部大体レジェンドまで行ける武器なので、そう、これを見てね、ぜひぜひマスター隊の方とかはレジェンドに行けるようにね、このランキングを見て、やってみてください。それでは早速行きましょうか。ということでね、第5位アークティックでね、ランキング始まったばかりでちょっと言いたいことなんですけども、ねアサルトとかスナイパーとか LMG とかね、 SMG とかいろいろあるんですけども、このランキングですね、初心者向けなので、初心者はおそらくスナイパーと LMG とショットガンは使えないだろうっていうことで、あまり入れておりません。だってさ、LMG とか結構立ち回りが重要になって、で初心者の方はね、LMG 絶対に使わない方がいいです。はい、結構立ち回りとかやっぱりね、もう本当に何も考えずに突っちゃうと、やっぱりその近距離強い武器とかに変えてしまうので、やっぱりこの武器はかなりね、立ち回りとか重要になってくるし、ショットガンも結構ね、意外とエイムが必要なんですよね。繊細なエイムが必要で、そのワンパンでやれるんですけども、結構エイムとかいりますんで、このランキングには、はい、初心者向けなんですが入ってないんですけども、なんとそれでも入っているアークティック、この武器なんだっていうね、方、初心者思うかもしれないんですけども、 SR ってさ、普通連射できないでしょ。もう連射できたら、もう SR じゃねえじゃんみたいな感じなんですけども、この武器ね、なんとね、ワンパン、はい、このゲームには、反射と、そのワンパンで殺せる、範囲があるんですけども、この武器は連射できるのに大体の体の部位でワンパンできるんですよ。やばくないっすかこれ、パククね、やばくねみたいな感じなんですけども、これね、実は、この武器ね、実は足に当たっても、反射になるんですけども、大体ね、体感的に腰より上は大体ワンパンっすね。もう、恐ろしいっしょ。恐ろしい、本当に。ちょっと、DL とかね、あるんですけども、この武器は結構やっぱり初心者には向かないっす。なんですけども、この連砂、はい、もう連射できる砂はやっぱり初心者ね、もう本当にパン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 打ちまくれるんで、ちょっとね、下ネタじゃないんですけども、この武器はかなり強いかなと。本当に外役武器ランキングにもこの武器は乗ってしまうので、やっぱりね、性能っていうか、本当に SR で連射できるっていうのはかなり、脅威になってきますんで、もう初心者はね、これ一回は使ってみてください。はい、ちょっと自分のね、スタイルに合うかもしれないんでね。はい、ということで、第4位なんですけど、PDW ということでね、この武器はね、なんじゃということなんですけど、 SMG ですね。 SMG で、しかもね、中距離と近距離性能がかなり高いんですよね。しかもね、近距離4発、結構距離は短いんですけども、大体ね、この武器突って突ってっていう感じなので、やっぱりね、なんとですわよ、なんとですわ、一番驚くべきなのはこの武器ね、なんと拡張マージンをつけなくても、相談数50発です。はい、驚きということでね、もうなんか、商品番組みたいになってるんですけど、この武器なんと50発、お買い得ですわよということでね、結構ね、アイアンサイト見にくいっていう方が多いので、やっぱり初心者が使うときは、ドットサイトですね。ドットサイト、使うといいですわよということでね、いいんじゃないでしょうか。で、フォアグリップは、別に近距離で戦うとしたら、全然いらないですけど、やっぱり中距離は、ちょっとホッチーかな、ホッチーかなっていう感じですね。で、おすすめのアタッチメント、クイックドローですね。クイックドロー結構覗き、早くなりますので、やっぱりこの武器はね、おすすめかなという感じですね。その、ラストはね、ロングバールとかストックとか、そう、あと、大型とか、このマガジンはいらないです。この二つは間違いなくいらないです。はい。ストックか、ロンバレ。どっちでもいいとは思います。
はい、それね、第3位、僕の元恋人ということでね、これは、シーズン3ぐらいに僕が超愛用してた、武器なんですけども、RUS、もともとアカスってね、AKS って言われてた武器なんですけど、まあ、いろいろね、ちょっと大人の事情があって、名前が変わってしまったんですけども、この武器ですね。この武器ね、なんとですね、互角でしかもね、まあ、ちょっと結構技術、レレレ打ちっていうね、打ち方があるんですけど、これはね、僕の過去の動画を、見てもらったら、いいんですけども、やっぱりね、この武器は本当に初心者使えば結構上達すると思う。はい。これは初心者使えば絶対上達する。で、これ結構エイムが必要で、覗きが早いんですよね。覗きが割と早くて、で、しかも、あと、ブレがない。はい、ブレがない。これ初心者に優しいポイント。はい、これ、ね、新規さんに優しいポイントでございます。ブレがない。うん、これは大事かな。で、ね、結構ね、命中率、まあ別にそんな55っていうことでね、まあこのゲームさ、威力、そう、78あるんですけど、あんまり別にね、威力めちゃめちゃ高いってわけでもないんですけども、そう、まあ結構信用しないでください。本当にこういう命中率とかね、あんまり数値は、このゲーム信用しない方がいいです。ステータスは。はい、なんですけども、命中率、僕の中では90ぐらいいます。命中率はもう俺の中では90ぐらいあるし、ね、機動性ももう90ぐらいいっていいんじゃないかと思います。結構キル性能も高いしね、やっぱり連キルができるこの武器は、はい、拡張マガジンつけることによって、44発。フォアグリップはね、俺はつけた方がいい。うん、結構ね、この武器もともと反動がないんですけども、さらにフォアグリップをつけることによって無反動になると。これ頭一個出し抜けます。はい。このゲームね、結構ね、頭一個出し抜けるっていうのかなり強いんですよ。頭一個出し抜けるか抜けないかっていうのはね、かなりこのゲーム大事になってきますので、やっぱりその、RUS、頭をね、抜くということで、フォアグリップ、抜きということでね、途中抜きはよろしくないですけどね。はい、多分わかんないんで、わかんないね、新一さん、途中抜きとかね。はい、途中で、抜けたら途中抜きということでね。はい。まあ、続いて、まあ、クイックドローなんですけど、まあ、クイックドローおすすめです。はい。結構ね、このフォアグリップと拡張マガジン結構つけるっていう方多いんですけど、ここはみんな結構悩むでしょ。ロンバリにしようかな、ストックにしようかなっていう方、結構悩むんですけども、僕はクイックドローがおすすめかなと。新一さんの方、いいんじゃないでしょうか。結構ね、クイックドローの方がおすすめだとは、僕は思います。はい、続いてですね、第2位なんですけど、SM ピューということで、もうなんか、俺なんか恥ずかしくなってきた、こんな。うん、こんな、登録者1万7000人もいるんで、1万7000人の前でこんなことね、してるんで、小学生のな子供みたいなことしてちょっと恥ずかしくなってきたんですけども、はい、ASM、この武器ね、なんといってもね、火力が高いんですよね。なんと3発キル。3発ですよ。このゲームでね、3発ってなかなかすごいんですよね。しかも、連射速度も遅いかと思いきや、そんな遅くない。そんな遅くない。これはですね、昨日か、2日前ぐらいかな、にね、ASM 使ってる動画出してみたので、これね、新規さんの方、はい、使おうと思ってる方は見てくださいということでね、この武器はね、まあ、もともと4発キルだったんですけども、まあ、運営のね、頭がおかしいのか、ちょっと狂ってしまったのか、4発キルから3発キルになってしまった、幻でもないね、強武器ということなんですけども、やっぱり脅威よ。本当に脅威。でね、この武器ね、ドットサイトつけた方がいいと思います。初心者が使うなら。アイアンサイトは、ちょっとあんまり初心者のお目目によろしくないかなという感じなので、ドットサイトをつけることによって、結構ね、もっと、精密なエイム、結構ね、そう、精密機械のようなね、エイムがね、初心者さんでもできますのでね、これぜひぜひ使ってみるといいかなと思います。まあ、フォアグリップもつけた方がいいです。フォアグリップもつけた方がいいです。はい。拡張マガジンはだいたい、まあ、この武器はつけた方がいいかな。この武器は別に、高速でもいいんですけど、僕がおすすめなのは大型マガジンということでね、皆さん、ぜひぜひ使ってみてください。はい、それではですね、まあ、第1位、まあ、新規さんじゃない方はね、大体分かってたんじゃないでしょうか。思考 KN44、あのね、この武器はね、初心者さんでも買えるんですよ。なんと、これね、最強武器ランキング使ったら、間違いなくこの武器が1位に入るんですけども、なぜかというとですね、このストアですね。はい、ストアの方で、なんとこの武器買えます。これがポイントでかいね。ほら、これ。KN44 ということでね。この武器買えるんで、やっぱりポイント高い。よし。じゃあ、COD モバイルやろう。じゃあ、何買ったらいいのかな。
はい、KN です。はい、KN 買いましょう。 KN 買いましょう。はい、ということでね、やっぱり KN はおすすめかなという感じですね。あのねこの武器ね、なんといっても4発キルで、大体の武器が、5発キルなんですよ。5発キルでね、じゃあ、この武器3発キルじゃんっていう方ね、結構いるんですけども、やっぱりね、この武器は安定性がすごいんですよ。で、フォアグリップつけなくても OK。フォアグリップ。はい。これ、アタッチメントね、フォアグリップつけてないんですけども、フォアグリップつけなくても、なんと無反動、頭1個出しも抜けます。はい。やっぱりね、この武器威力も高いし、安定性も高いし、もうスペックが高すぎるんですよね。本当に。ね、スペックが高すぎるし、やっぱり一番大きいのは大会とか、まあ、初心者さんの方はあんまりちょっとね、結構まだ、遠くなるかもしれないんですけども、大会とかでは禁止されてないです。なんと禁止されてないんですよ。あのね、この ASM なんですけども、ASM は大会で禁止されてるんですよ。なんですけども、KN44 は、なんと大会でもね、使われてます。おそらく大会とかスクリームとかで、一番使用率が高い武器なんじゃないかなと思います。はい、やっぱりこの武器をね、初心者さんの方が使ったら、間違いなく AM もね、上達します。はい、AM も上達しますし、やっぱり反動もいらないんですよね。そう、反動制御もいらないっていうことで、この武器はね、おすすめと思います。まあ、結構ね、アタッチメント、はい、なんですけども、アイアンサイトはね、アイアンサイトは初心者の方にはあまりおすすめしません。はい、初心者の方にはあまりおすすめしません。ね、やっぱりこの武器ね、ドットサイトをつけた方がいいです。はい、結構慣れてからアイアンサイトをつけた方がいいんですけども、ね、という感じでね、どうだったでしょうか、今回のランキング。まあ、結構ね、僕の中では、やっぱりその、LMG とかね、LMG とかまだ他にもね、いろいろ武器があるんですけども、こういうのあるんですけども、やっぱりこれはね、初心者の方には難しい。はい、初心者の方には難しいということでね。はは。いやー、やっぱりショットガンとか難しいよ、初心者な。本当に。まあ、KN 使おう。マジで KN かアサルトライフル使いましょう。CODモバイル、AR ゲーです。正直言って。AR ゲー。はい。ランクマッチでも、ほぼ、まあ、AR ゲーかな。中距離でも近距離でもね、やっぱり上手くなりたい。はい。上手くなりたいっていうんやったら、やっぱりこういうね、アカスとか、PDW とか使って、まずはね、ランクマッチとかで鍛えて、はい、やっていきましょう。それではね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。